はい、今日はですね、もう待ちに待った皆さんから要望が多かったボッシュ、まえちゃん。あら早速横浜元町来てるんですけど、いや今日初めてなんですよ。こんなちょっとおしゃれとは思わなかったんですが、中に行きたいと思います。いらっしゃいませ。いや関口さん、はい、関口さん、お会いするのが久々なんですけれど、春子さんのその、お宅訪問で、キッチンも取り付けていただいて、はい、それ以来ちょっとお話が、広がりまして、じゃあもうちょっと元町の横浜撮影させてくださいって、いいですよ。これ早速入ってきて思ったんですけど、普通のキッチンじゃなくてこれオリジナル？そうですね、オーダーメイドのキッチンになります。じゃあこれだけでちょっとテンション上がんない？これめちゃめちゃかっこいい、この色も含めて。これそっちもね、これ L 型もある、はい、L 型も。もともとこのショールームはオープンしたのいつぐらいですか？2年ほど前になります。で、見る限り扱っているのは食洗機、ボッシュ、はいはい、と一部一台ミーレがありますけれども、ミーレも、はい、ボッシュの食洗機ってまえちゃん、あのグレードあるのご存知？いやもう私はミーレしか情報が一切なかったですね。海外食洗機って乾燥できないっていうふうに、こうまあなんかそれ別にネガティブじゃないんだけど嫌だなっていう感じの声があったんですけど、ボッシュの食洗機は乾燥という意味ではミーレとちょっと違うんですよね、はい、そうですね、あのボッシュ独自のゼオライトシステムっていうのを使っておりまして、で乾燥が強くなっております。これ例えばゼオライトシステムってなんかどっかで見れたりするんですか？説明をお客さんにするときっていうのは、その、はい、ゼオライトっていうのはもともとその鉱物で湿気を含むことによって熱が出てきて、それがまあ乾燥になる、はい、そんな感じなんですけど、そうですね、まあ、ちょっとゼオライトって見たことないでしょ。こちらが人工のゼオライト鉱石になります。これが食洗機の、中に入っていることで、はい、ですどのような感じになるんですか？1キロぐらい入ってるんですけれども、はい、お湯で洗浄した水蒸気を、吸気口からこのゼオライトの中を通して水蒸気の湿気でを吸わせてもらいます。吸わせます。水蒸気を吸いつつ発熱して発熱した熱気を庫内に出す。だから電気も何もいらない。そうですね。あの駅弁である。そう昔さ焼き鳥とかでさ紐引っ張ったらさ熱くなったじゃん。いや違うんだろうけど、なんかそんな感じの、まあ要は乾燥が、日本はどうしてもそういった乾燥ができないよ。本来食洗機に山さんのとこ使ってるけど、60度ぐらいでこう洗うから暑すぎて、はい、実際にはその陶器とかお茶碗とか乾燥のところっていうのはもう最後終わったら開けたら湯気すごいじゃないですか、はい、でもやっぱりそれでもちょっと残るもの、どんなものありますかね、残ったりする水滴がつくものって言ったら、このボッシュの中だとプラスチック製品であったりとかは多少、熱伝導率が低いので蓄熱させて蒸発させるっていうのが乾燥システムの主なあのシステムなんですけども、プラスチックは蓄熱がしにくいので、乾燥がちょっとしにくくなるっていうことはあります。まえちゃんとこミーレちゃんじゃん、はい、あれ結局食洗機ってさ、そのいっぱい食器入れてるとさ蓄熱するから、今関口さん言ったように、それでいっぱい入れてる方が熱を持って乾燥するの、自分で自分に熱があるから。だけど冷凍ご飯とかさ、あのちょっとタッパーのやつあるじゃん、100均とかの、ああいうやつ、あれがちょっと苦手ですよね。そうですね、はい、あれあの食洗機使ったことある？いやうち食洗機対応なんか変形しちゃいそうで、それは別で洗ってるんだよね。で結果その陶器以外の樹脂のものっていうのは結構苦手だなっていうところも、うん、ゼオライトがあることによってその乾燥の機能として使えるっていうのが、まあ、ミーレとは違う、はい、その電気を使わないゼオライトシステムっていう形になります、うんはい、でちなみに、ラインナップが、1、2、3、4ってあるんですが、先ほどちょっと、見たあれは、グレードでいうとどのランクになるんですか？一番、グレードの低いやつでスタンダードタイプというものになりまして、ゼオライトシステムを使っていないタイプのものになります。こちらですね、こんな感じで40で、今日、見ていただく形がこっち中心だと思います。こっちの3台は、全部ゼオライトある、はい、
45のもの、そして60のもの、はい、そして、扉自体が面材タイプのもの、うん、このサイズちょっと、見ていきたいと思いますけど、まず一番その大きなポイントって関口さんどのあたりになるんですか？国産のものですと、引き出しタイプのものが主になると思うんですが、はい、それですと下の方に、排水管給水管を持ってこなくちゃいけないので、下が引き出しであったりとか、あとはあの箱になっているタイプのもの、うん、そうすると、まあ、この3分の1ぐらいがその箱の部分になってしまうっていうのがあの日本製のものになると思います。でその中でも浅型と深型っていうのがありますので、浅型になるともう、大げさに言うとこれの半分ぐらいになっちゃう。あとはでも引き出しタイプじゃないですか、はい、そうするとここに、まあ、レールがあるから、うん、この内寸も小さいですよね、はいはい、でそういう面で言うとこれ今言われたその上から下までという形でこの高さがあって、さらにここもある、はい、あの引き出しタイプとフロントオープンの使い勝手の違いって何かありますか？食洗機やっぱりあの食器の取り出しやすさであったりとか、あとはまあ入れるのもそうですし、取りやすいというのがフロントオープンのいいところかなと思います。もともと日本ってさ、あの洗濯機って上からじゃん、だから食洗機ってなんかこう、上からじゃなくて横からみたいな、ドラム式洗濯機は出なかったけど、今ドラム式も洗濯機前から言ってるところで言うと、うん、引き出しタイプからフロントオープンになったことが、フロントオープンをもう一回見直されて、もっとよく洗えて、もっと容量のあるって。まえちゃん今フロントオープンしてて使い勝手どう？いやもう言うことないですよね。上からっていう引き出しじゃなくて、なんかこう前から入れるみたいなのがちょっと、使い方上どうっていう形も聞く人いるんだけど、いや多分上からだと、うん、その入れる順番とかも考えながらやると思うんですけど、もう順番関係なく手当たり次第、あの、まあ、目の前にある食器を、あ、じゃあ小皿だから真ん中、大皿だから一番下って、うん、もう自由自在に何も考えずにポン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 入れていけるので、で入れ方間違ったとかもほぼないです。だからそこなんよね、結局もう山さん今もね入れる係はあのダメなの、もう大雑把だから、もうこう重なってこれもう入れないでとうちの家事は入れないでと私がやると。でもこれだったらその、まあ、要はあの前ちゃんもそんなね細かく入れる必要なく、後で、一番いいのはここに後で追加できるっていいなと、例えば、はい、後で食事した人が、うん、引き出し式食洗機の場合はこうテトリスじゃないけど来て入れていかないといけない、はい、これだったら後で追加で、あ、横からこっちからっていう形で横から入れれる、うん、上から入れるんじゃなくて横から入れるからこそこの辺のアプローチが大きい、はい、あと違いとして洗浄力っていうのはどのあたりがフロントオープンの引き出しに違う形になるんですか？そうですね、この吹き出し口ノズルがですね一番下と真ん中こちらにもついてるんですね。なのでこの中段でも水がちゃんとかかってきれいに落ちる。ここの奥のところも回る、はい、そしてここの下のところも回る、はい、大きいですよね、はい、ですからしっかりここに置いた内容も当たるということだと思うんですけど、はいはい、あとは洗浄力でいうとその当たるか当たらないかもあるんですけど、はい、100ボルトと200ボルトの違いって何かあるんですか？100ボルトも、一般的には引き出しなんですけど、開発時は200ボルトなんですね。はい、そうですね、まあ電圧が高い分、お湯を作る時間とかも短くなりますし、あとは、まあ強制排水とかを使う時にも電気を使ったりするんですけども、で、電気に関してはそんなに使いません、うん、ゼオライトも助けてくれますし、なので、高い電圧で短い時間で電気を効率よく使うっていうところが日本製と違うのと、あとは日本製は乾燥をヒーターで温風でやりますので、その際には電気代が結構かかってしまう。あと一番最初冒頭お話ししたのは引き出し式と、フロントオープンの違いで水圧あるんですけど、予洗いの問題ってのは
山さんのところって食洗機ついてるんですよ、はい、で日出し式、まあまあ、ぶっちゃけリンダイのところのやつをもう長年使ってる、便利ですよ、はい、便利なんですけど、どうしてもその水圧が当たらないというところもあるから、洗って食洗機入れたのに洗い残しがあるって、こんな残念なことないですよ。食洗機入れたのに洗い残しがあるって、それを結局は水圧が当たるか当たらないかですよね。で、当たるか当たらないかっていうと、先ほどのノズルがしっかり当たるというタイプでフロントオープンがあって、はい、でどんな風に当たるか今日見れるんですよね、はい、では早速ちょっとそちらの方を実機、はい、こちらの方、見ていきたいと思います。こういう開けた状態で水圧が見れる、はい、これ早速ちょっとスタートしてみたいと思うんですけど、どんな感じに動くんですか、はい、まあ、じゃあ中見たことないでしょ。いや見たことないですよ。いつも何が行われてるのか、まず一番最初に今、スタートしてゴーッと言ってるの、これ今何の音、中の溜まっている水を1回排水させます。で強制排水させて、水を充填して回していくというか、ここの横にさっきのゼオライトシステムの中にゼオライトで庫内に溜まった水蒸気の熱気をここの壁を冷やして、水滴にさせてあげて、はい、結露させてでその水蒸気をこの排水の方に持ってくるっていうのがあるので、はいはい、ここに水を溜めてるんですね。あ、来ましたね。これ一番最初は軽くその、温度はあんまり高くしないんですよね。そうですね。まず弱洗いという形になります。面白いですね。すごいな。その温度が高すぎるとタンパク質が固まりやすい、卵とかそういったものがあるので、軽くその温度は高くしないで弱洗いをしていく状態がいい。どうしてもその食洗機を使うと手洗いよりお金がかかるんじゃないかみたいな感じは思う方いらっしゃいますけど、この違いっていうのはどういったところが一番大きいんですか、その食洗機使うメリット。やっぱり水道代ですね。はい、循環させて洗浄しているので、ずっと流しっぱなしであるとか、すすぎ、洗いとすすぎとで何回も、ずっと使っているということはないので、かなり水道代は節約されます。例えばこういうここに残り時間とかが出るんですね。あ、すごい、わ、おしゃれ。これはこのフルメン剤、フルメン剤の一番最高級グレードか、はいはい、あ、でも値段は変わらないです。あ、そうなんですね、はい、60センチは変わりません。これ好き。これ好き。はい、ということで今日は、ヨコナビでも続々ですねお問い合わせの多いボッシュ食洗機、どんな洗浄をしているのかをこちら、バップツの元町横浜の方にお邪魔して、返させていただきました。最後関口さん、皆さん見ている方に、メッセージお願いできますか。はい、ぜひお気軽にお越しください。リホナビ登録私もしております。リホナビ見たと言っていただければ何かいいことがあるかもしれません。よろしくお願いします。ということでいつものポーズでいきたいと思います。素敵なリフォーム、せーの、必ずできる。ありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。